皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は上手くならないと悩んでいる皆様に向けた3つのアドバイスなんていう話をさせていただこうかと思います。まあよくチャットとかコメントとかで、なんかこうたくさん練習してるんですけども全然上手くなりません、どうしたらいいですかみたいな話をよくいただきますし、よく聞きますし、よく見ます。少なからずこの動画をご覧いただいている皆様の中にも、もう普段めちゃめちゃ練習してるんだけど、もうムチムチ練習してるんだけども全然上手くならないよ、どういうことで、もうハーマイオニーでもうパラペーニョでハーマイオニーだよっていう風にやってる人少なからずいらっしゃると思うんですよ。そんなもうパラペーニョでハーマイオニーの皆様に向けて、こういう考え方したらどうだいなんていう話を3つのテーマで、絞ってフリートークっぽくお話をさせていただきますので、よかったら参考にしてみてください。いつも通り台本とか何ももうなく、もう思いつきでベラベラと喋っていきますので、まあのほほんと楽しんでいただけたら幸いでございます。その3つの要素だけメモりました。1、上手くなるというのはおまけ要素。2、集中の仕方を変えよう。3、少しずつレベルアップをしていこう。そんな3本立ての話でございます。軽くお話をさせていただきますと、まず1つ目、上手くなるというのはおまけ要素っていうのは、端的に言うとギターを弾くことを楽しもうっていう話でございます。ギターを弾くことを楽しめば、もちろん楽しかったらさ続けるからさ、楽しければ練習するというか、ギター弾くじゃん。楽しければ弾くし、弾いたら上手くなるし、上手くなったら楽しいし、楽しかったら弾くし、弾いたら上手くなるしっていう感じのこうループなわけでございますよ。なんで簡単に言うと、ギターを弾くことを楽しもうっていう話です。二つ目、集中の仕方を変えようっていうのは、ある程度その手順を理解しならば、その鍛錬を積むっていう場面、そういうこのタイミングになったならば、あまりこう集中しすぎない方がいいんですよ。普段皆さんがギターを練習しているときって、やっぱこう手元、フィンガリング、ピッキング、楽譜とかいろんなものを見ながらその集中して意識して練習していると思うんですけれども、ある程度こうね、繰り返ししてこうね、習得をする段階になったならば、逆にそうね、集中しないことに集中するみたいなイメージになってくるんです。そんな集中の仕方を変えようっていうイメージ。3つ目、少しずつレベルアップをしようっていうのは、本当もその通り。例えばその僕のギタースキルが仮に100だったとしましょう。100。100だったとします。でその100のスキルに、このね、課題曲を与えていくわけなんですけども、その課題曲がね、110とか120とかだったらいいかもわかんないけども、いきなりこの100に対して300とか400とかバーンってぶっ込むと、まあもちろんその挫折するわけじゃないですか。そういうこの無茶ぶりをするんじゃなくて、ある程度の無茶ぶりは必要なんだけども、ステップアップをしていこうね、みたいな話でございます。以上がまあ、ほぼほぼ全容でございます。ちょっとここから、細かく話をさせていただきますので、よかったら参考にしてみてください。一つ目。上手くなるというのはおまけ要素って話なんですけども、さっきも言った通り、そのギターを弾くことを楽しむって感じです。途中からそのやっぱり上手くなんなきゃとかさ、上手くなりたいとかさ、上手くなるためにはみたいな感じで、なんかこの手段と目的が逆になっちゃうみたいな、なんかそんな感じになって、上手くならなきゃ上手くならなきゃ上手くならなきゃって感じで練習してて心が折れるんですよ。でそこで大事なのはギターを弾くことそのものを楽しもうっていうこと。これはもうギターに限らずスポーツの勉強でも何でもそうだと思うんだけども、資格とか大学受験とか何でもそうだと思うんだけども、そのものを楽しめばさ、そのものが好きならば、そのものを面白いと思うんだったらば、別にそんなにやろうと思わなくても自然とやるじゃない。でそのやるじゃない。でそしたらそれこう鍛錬というか修練できるわけですよ。でそれが続くとどんどん上手くなったり上達したりとか習得するわけでございまして、そう結果的にその楽しんでたら上手くなるっていう要素がおまけでついてきたみたいな感じのイメージなわけです。ちょっと例え話でいくとするとさ、例えばその今受験生の方々とか今大変な思いをしていると思うんだけども、例えばその大学受験うんたらかんたらがあったとしましょう。高校受験とか何でもいいんだけども、試験でもいいんだけども、何でもいいんだけども、まあそのね、人はこの生きる上でさ、この幸せになるためにこの生きてるわけじゃない。幸せになるために勉強して、幸せになるために仕事をして、幸せになるためになんかいろんなことをして恋をして家族があってうんたらかんたらみたいなのあるわけじゃない。でその幸せになるための目的のための手段として勉強とか受験とかがあるわけだって、これが目的になってしまうとちょっと話は変わってくるわけですよ。なんでかっていうと、このね、この勉強をそのね、もう必ず守らなければ俺は幸せになれないっていう話になってくると、おいおいちょっと君の幸せは本当にそれだけっていう話じゃないですか。ちょっと話は大げさかもわからないけども、これはギターにも当てはまることだと思います。ギターを楽しむ、もっと言えばそのギターという趣味、まあ趣味じゃなくてもプロでも別にいいんですけれども、ギターというこのね、楽器とか音楽とかを通して自分の人生を豊かにするっていう目的がやっぱ誰かしらもあると思うんです。その目的のために手段として練習とか楽譜を読むとか音楽理論とか、まあ動画とかいろいろあると思うんですけども、その中の一つ一つ
なわけであって、ここをまずこう大事にしていこうねって話なんですよ。でこの目的を大事にしてギターを弾くことを楽しんで好きになって、でそれでこう続けることができたならば、誰でも続けるし、誰でも弾くし、そして誰でも上手くなる話なんですよ。なのでちょっと皆様がその肩の力がめちゃめちゃ入って、うーもっと上手くなりてーとか、なんかもっと上手くならなきゃとかって思ってるんだったらば、一旦心を落ち着かせて初心を思い返すじゃないけれども、なんでギターを始めたのかなみたいなことをちょっと考えてみてほしいんですよ。例えばその憧れのギタリストがいましたとか、好きなバンドがありましたとか、好きな曲がありました、なんか友達とかに見せたかったです、文化祭がうんたらかんたら、いろんな企画があったと思うんですけれども、その時の気持ちをねちょっと思い出してみてほしいんですわね。どういう時なんかギター弾いててよかったなって思ったかなとかさ、なんかどういう時にギター弾いて楽しいなとか幸せだなとかって思うかなみたいな、だからそんなことをねちょっとね一回こう反芻してほしいんですよね。いつの間にかこうね上手くならなきゃとか、なんで俺はこんな上手くならねえんだみたいな感じで、なんかこの体に力が入ってさ、なんかこのギターそのものが少し嫌になっちゃったりする瞬間とかもあったりすると思うんですよ。そうではなくて、そうではなくて、発想逆じゃないけども、なんか本当にもう元に戻して、なんでギターを始めたのかなみたいなことをちょっと考えていただけたら、またこうねギターを弾くことが楽しくなったりとか好きになったりとかすると思うので、そんなちょっと思いを考え方を持ってみていかがでしょうかという話でございます。何度も言うようだけども、楽しんでたら、おまけで上手くなる要素っていうのはついてきたっていうイメージです。上手くなるためにはうんたらかんたらではなくて、楽しんでたらおまけ要素として上達する、習得するがついてきた、そんなイメージで練習してみてください。2つ目、集中の仕方を変えようという話なんですけれども、例えば皆さんが新しい曲にチャレンジをしますと、楽譜を買って動画を揃えて、なんかライブ映像とか揃えて、よしギターを揃えてセッティングして、よし今から練習するぞと、その時は楽譜とかその動画とか手元とかに集中して全然 OK なんですよ。もうとりあえずもうそのそれぞれにその集中して、まずは、この曲を知らないわからないっていう状態から、知ってるわかるの状態に持っていくと、わからないからわかるに持っていく、これはもうね、最初の第一ステップなんで、もうすごい大事なところです。もう手元とかに集中して、練習していきましょう。でもある程度楽譜を覚えたりとかフレーズを覚えたりとかして理解したならば、わからないからわかるに行くならば、今度はそのできないからできるに持っていくターンに行くわけなんですよ。でこの時に関しては逆です。あんま集中しすぎない方がいいんです。なんでかっていうと、答えを見てるとさ、答えを覚えらんないみたいな、それに結構近いものがあって、ずっとこれなんで俺ができない、なんで俺ができないんだみたいな感じで邪念にとらわれたりとかしてると、なかなかこの正解にたどり着けなかったりとかするんですよ。なので気持ちとしては、イメージとしては、最初はね、わからないからわかるときは超集中していいんだけども、できないからできるにするときは、本当気持ちのね 10% か 20% ぐらいの集中度でもう繰り返せるように、テレビ見ながらとか、友達と喋りながらとか、動画見ながらとか、本当もなんとかしながらでも手元が勝手に動くよぐらいの気持ちで、練習をし始めてほしいんです。これちゃんとね、いろいろ理由があって、例えばだけれども、そのフレットのこととかさ、このピッキングのアップダウンのこととかさ、そういう手順一つ一つを意識しすぎてしまっている時って、その頭のなんかこう脳みそがさ、指先に向かってさ、あこれこれこう動かしてくださいって、こう指令を飛ばすわけじゃないですか。その指令を飛ばして指先をこうね、バーッとこう動かしていくんだけども、この頭から指先までの間に情報が多すぎると鈍くなるんですよ。なんかそういうの心当たりありません？このピッキングで、このフィンガリングで、でこの運指でうんたらかんたらってこうね、考えてるうちはなんかね、直接こうね動いてくれないの。こっからここまでの間にすごいもうね、雑念とか邪念とか、もう雑変な情報が多すぎて、ノイズが多すぎて、やっぱり鈍くなっちゃうんですよ。そうではなくて、一回もうこの辺のね、その邪念とか雑念をね、もう取っ払うぐらいの気持ちで、もう一回もうね、もうフラットにするような気持ちを持って、でもちろんそうね、 100% の集中から一見 10% にボーンと持っていくことはできないよ。それが90、80、70、60って感じをどんどん徐々に減らしていって、最終的にはもうここの頭から指先までの情報何もなく、本当にもう頭の中でボーッとこうしましょうっていう風に 10% の意識でもう指先を動かせてる、そんな意識でちょっと練習してみてほしいんです。意識の集中の仕方を変える、そんな意識を持ってちょっと練習してみてください。ちょっと僕の言ってる意味がわからなかったら、すみません、コメントで意味わからんという風にコメントしてみてください。でもそういうのはね、すごい少なからずありますので、ぜひ覚えていただけたら幸いでございます。3つ目、少しずつレベルアップをするという話。これはまあさっき簡単な話をしたのとそのままでございます。もし仮に皆様がレベル100のスキルを持ったとしたならば、それが110とか120とか、自分の適正な範疇で練習をしていこうということです。でその練習っていうのはさ、そもそも何かっていうとさ、できないことを潰していくのが練習なんですよ。
おぎゃーと生まれて、まあ、僕らその言葉も喋れないし、歩くこともできないし、立つこともできないし、なんかこう物を掴むことすらもできないと、もうできないことだらけなんですよ。できないことだらけで、まあ、その できないことだらけだけども、そのね、成長を重ねにつれて、なんかこう笑うようになりましたとか、なんか物を掴めるようになりましたとか、立てるようになりましたとか、座れるようになりました、ハイハイできるようになりましたみたいな感じで、まあ、ちょっとずつこうできない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 中のものを、はいできたバーン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 みたいな感じでこうね、成長してきてるわけなんですけども、これね、ギターもね、全く同じこと。もう最初ギターを始めた時はね、もう初めて水に浸かった時みたいな感じで、全く泳げないみたいな感じで、全然何もかもが弾けない状態なんですよ。もうできないしかないんだ、逆に。もうできない畑ですよ。もうできない畑にようこそみたいな感じで、もうできないことしかないよ、へへお前は今日からよみたいな感じで、まあスタートするんだけども、そこからこうできることをね、一つ一つこうね、バーンバーンってこう潰したりとか作っていきたりとかする段階なんですよ。で、それがさ、最初めちゃくちゃこう難しいものがこうね、バーンって来たりとかすると、できなさすぎて萎えるんだよね、単純に。なんで、その自分のレベルに見合った練習曲とかを用意しようっていう、まあそんだけの話なんだけども、イメージとしてはね、イメージとしてはもし皆さんのレベルが100だったとしたならば、120、130くらいがベスト。これが皆さんのレベルが100でした。で、その時にその、ね、課題曲、まあ好きな曲とかだったら別にいいんだけども、上手くなろうと思ってるんだったらば、70とか80とか、そういった曲はね、用意すべきじゃないんですよ。それはもうすでにもうできるが、できるの範疇だから、そのね、成長しないですよね。でもそうじゃなくてさ、もうできないものをね、もっとどんどん取り入れて、こうできないからできるに、どん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 ってした方が全然上手くなるんですわ。自分が100だったならば、70とか60とかの曲を取り入れても、あんまりこうできない畑、耕せないんです。でもそうではなくて、110とか120とか、そのぐらいのものからスタートする。で、これが300、400とかだと、全く太刀打ちが、もうね、歯が立たないんで、それはよろしくないと。ちゃんとこうね、そのレベルってものがありまして、最初はこうね、最初の冒険がスタートしたならば、やっぱそのスライムうんだらかんたらみたいな感じでね、レベル1に見合った敵が出てくるわけですよ。最初からいきなりラスボス、デスピサロうんだらかんたらってなると、突然その即死じゃないですか。もうデスピサロ、もうレベルの1の状態で、100回戦っても、1本も成長しないんですよ。でもそうではなくて、やっぱできること、レベル1だからこそできることがあるから、コツ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 とやっていって、で、それをレベル40、50、60と上げていって、このドンっていった時に、はい、ボッコボコって感じになるわけじゃないですか。その状態をちょっとイメージしていただくと、良いのかなと思います。徐々にレベルアップという話です。以上、3つのアドバイスでございます。いかがだったでしょうか。まあね、もっとこの掘り下げて言えば、いろいろと喋れることはたくさんあるんですけども、ざっくり言うとそんな感じ。これからもね、たくさんギター練習する中で、全然最近上手くならないなみたいな感じで悩む時はたくさんあるかと思います。その時はですね、ちょっと今日聞いていただいたこの3つのポイントの話をちょっと思い出していただいて、初心に帰ったりとか、集中の仕方を変えたりとか、その自分のレベルに似合ってるのかなみたいなことを考えたりとかしながら、ギターを楽しんでいただけたら幸いでございます。そんな感じで今回の動画は終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。もし感想リクエスト何かしらがありましたら、ぜひお気軽にコメントチャットの方してみてくださいませ。そんな感じでまた違うところでお会いしましょう。グッバイさよならの前に、私滝沢勝成ジャワ会になるメンバーシップみたいなやつをやっております。まあ簡単に言うと、そのが有料会員みたいなやつなんですけれども、なんかこれはこれで結構面白いと思うんで、興味があったら、1ヶ月だけでもいいんで、よかったら入会してみてください。概要欄のところにそのね、入会のリンクが貼ってありますので、もしよければチェックしていただけますと幸いでございます。それではまた違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ。